未来へすくすく。飼育員さんが見つめた東山動植物園の仲間たち。いぶきはコアラの男の子で、もぐもぐタイムがかわいいいたずらっ子。生まれたばかりの頃はお母さんのお腹の袋で育ったんだよ。今ではすっかりやんちゃになって、飼育員さんと遊ぶのが大好き。この子はワトル。お母さんのナナミといつも一緒にいるモフモフな女の子だよ。ワトルはお友達と遊ぶのが大好き。すやすやとよく寝てるね。コアラって1日20時間くらい寝るんだって。すくすく育っているいぶきとワトル。でもね、近い将来コアラが地球からいなくなっちゃうかもしれないんだ。気候が暖かくなったり乾燥したりして大きな火事が起きてる。ユーカリの森が燃えてしまうと住む場所がなくなっちゃうんだ。動物園で生まれること、育つことは、なくなってしまいそうな大切な命をみんなの未来へつなぐことでもあるんだよ。動物園は命を学ぶ教室なんだ。いぶき、バートル、元気に育っていてね。